9番3番4番近畿中部勢上がってきました。残り2周切って1コーナーから1センター向かうところ、9番の一田外から前を伺っていきます。この一田がひとまず前段に変わっていきます。3番の加藤、4番の山口、2番の山崎は引いて現在中段4番手のインコース、鐘が鳴り響きます。中段の外並走8番の荒井は踏み上げていきます。その動きをちらっと確認しました。9番の一田のペースアップ、しかし前を叩いて8番の荒井先行策。最終周回の1コーナー、8番の荒井の後ろは7番の志原がきっちりマーク、1番の郷士3番手、8番7番1番と九州3名できましたが、外からは2番の山崎最終バックまくっていく、鋭いまくりだ。2番の山崎が前段を伸び込んでいきそうだ。5番の成田、そして6番の武井をついてまくりきるか。4コーナーから直線コース、2番の山崎まくりきっている。追っていくは5番の成田、2番5番でのフィニッシュ。あと3着接戦の模様。